ベトナムの国旗は、東南アジアにあるベトナム社会主義共和国が1976年7月2日から使用している、金星公旗と呼ばれる旗である。社会主義国における国家の象徴を模したものとなっており、ベトナム民主共和国の国旗を引き続き使用している。中華人民共和国の国旗との類似が見られる。本項目では、 1948年から1976年にかけて存在したサイゴンを首都とするベトナム人国家が使用していた国旗についても下記の通りに解説する。金星後期の描き方原稿国旗の金星後期はベトナム社会主義共和国憲法第1章第13条第1項によって規定されている。金星後期は縦横ひがに三の長方形で 赤字の中央に金色の五棒星を配置したデザインとなっている。旗の地に使われる赤色は社会主義国によく見られる色で独立のために人民が流した地と社会主義を象徴する。また、旗中央の星は旧ソ連国旗の赤い星と同様に共産党による国家指導を表し、星の黄色は革命を、星から出る五房は労働者、農民、兵士、 商人、知識人を表している。金星後期は、統一ベトナムの原点であるベトミンの旗が元になっている。ベトミン時代の金星後期は、現在のものとほぼ同じであるか、五芒星のデザインが若干異なっていた。ベトミンの旗は1945年に、ベトナム民主共和国が成立すると国旗として引き継がれ、1955年に五芒星のデザインが、 修正され現在の金星後期が誕生した。その後、1976年7月2日に北、ベトナムが南ベトナムを九州統一して、ベトナム社会主義共和国が成立すると、国章と異なり国旗は北ベトナム時代の金星後期がそのまま流用され現在に至る。なお、ベトナム人民軍の軍旗は金星後期に、 人民軍のスローガンを追加したデザインとなっており、組織によっては語防制のもとに、さらなる単語を追記している。また、かつて南ベトナムに存在した南ベトナム共和国の国旗は、ベトナム労働党の指導下にあった、ベトナム民族解放戦線の旗を流用したもので、金星後期の赤字の下半分を、南ベトナムの象徴である水色に置き換えたデザインとなっている。 木曽子参戦木または木旗と称される旗は1948年から1975年にかけてベトナム臨時中央政府、ベトナム国及びベトナム共和国が国旗として使用していた旗である。1975年のベトナム共和国滅亡によって国旗としての役割は終えたが2002年以降はベトナムの自由と文化的な遺産を象徴する。 自由、遺産機として、アメリカ合衆国等の一部地域で公的に使用されている。黄色旗の描き方基礎子参戦機は、縦横比がに3の長方形で、黄色地の中央に3本の赤い帯を配置したデザインとなっている。地色の木は、先祖伝来の国土、金色の稲穂、貴金属を表す神聖な色と言われ、三本の赤い帯は、トンキン、安南ンン。 高知品の3地域を示すと同時に成功と幸運を呼び込む色とされている。旗のデザインは1948年に制定されたが、旗の原型は19世紀初頭の現朝吉田神角の時代にまで遡ることができると考えられている。中国文明では、陰陽五行思想に基づいて、黄色が皇帝を示す高貴な色。 赤色が成功と幸運を呼び込む色とされている。そのため、中国の文化的影響を受容し続けてきた金属主体の現状も、黄色と赤色からなる旗を王朝期として対外的に代々使用しており、その影響はフランスの植民地当局やベトナム人、在野勢力にまで及んでいた。黄色と赤色を使った旗は、1945年に、 日本軍の影響下で、近代的な独立国家である、ベトナム帝国の樹立が試みられた際にも、国旗として用いられ、黄色地に南を表す八景のリ、リを赤色の線で描いたデザインが採用された。だが、ベトナム8月革命によって、ベトナムの権力が、ベトナム帝国から、ベトナム民主共和国へ移ると、国旗は、社会主義を想起するベトミンの旗へ変更され、 従来の文化的思想に基づいた旗は使用されなくなった。基礎古参戦期は第一次インドシナ戦争の影響を受けて誕生した。戦争の当事者であるフランスの方針転換によって、現朝最後の皇帝であるバオダイを主犯とする、反共主義的なベトナム人の外来国家が設けられることとなり、1948年5月27日に臨時政府として、 ベトナム臨時中央政府が樹立された。臨時政府は、ベトナム帝国が使用していた旗を参考として、同年6月2日に新国家の国旗として基礎子参戦期を発表し、1949年6月14日のベトナム国成立とともに基礎子参戦期は正式な国旗となった。1954年のジュネーブ協定によって、ベトナムが、 分断国家になると、南ベトナムの権力を掌握したゴディンジェムは1955年に国家体制をベトナム国からベトナム共和国へと刷新し、その際に国旗もコ基礎古参戦機から別の旗へ置き換えようと試みた。だが、妥当な代替案が見つからなかったためにコ基礎古参戦機が引き続き国旗として使用され、冷戦という世界情勢の中でコ基礎古参戦機は、 ベトナムにおける文化的な遺産だけでなく、自由主義も象徴する存在として認知されていった。1975年4月30日、サイゴン陥落によって、ベトナム共和国が消滅するとキソコ基礎子参戦期は、国旗としての役割を得、ベトナム共和国と敵対していたベトナム共産党の勢力によって掲揚が禁じられた。 キソコ3戦機は統一ベトナム成立後もベトナム国内で形容できない状況が引き続き続いており2012年にはキソコ3戦機の写った報道写真をベトナムメディアが急遽差し替える出来事が発生しているなおキソコ3戦機はベトナム国軍ベトナム共和国軍の一部軍機にデザインの一部として使われたほか 国章やベトナム共和国空軍の国籍標識にも衣装が流用されていた。1975年のサイゴン陥落以降、ベトナムの共産化に抵抗する多くのベトナム人が国外へ難民として脱出し、アメリカ合衆国やオーストラリア、カナダ等の国々で独自のコミュニティを築いていった。これらの国々では、 共産化された統一ベトナム政府の正当性を認めない反共主義の一部、コシキョ教個人、内しベトナム革新党や臨時ベトナム国家政府等の反共的な思想に基づき、ベトナム民主化運動を展開する団体により、基礎子参戦期が共産主義によらない自由なベトナムの象徴として民間用途で使用され続けた。基礎子参戦期を使用する人々は、 ベトナム共産党政府が使用する金星後期をベトナム国旗として否定したがベトナム難民の最大受け入れ国であるアメリカがサイゴン陥落以降のベトナムと国交を許さなかったためベトナム国旗をめぐる問題は1995年まで特に問題とならなかったベトナム国外における基礎子参戦機の扱いは1995年7月11日の 米越関係正常化に伴い、アメリカ国内の公的な場所で、金星後期が形容されるようになってから、変化し始めた。アメリカの反共系ベトナム人コミュニティは、国交正常化直後から、公的な場所での金星後期形容に激しい反発を示し、1999年には、個人経営のレンタルビデオ店が、店頭に、 金星後期とホーチミンの肖像画を掲げたことを機に大規模な抗議行動が発生した。その際、抗議活動の一環として行われた裁判で共産主義の象徴の公開及びそれに対する抗議のいずれもが憲法修正第一条で保護されるとの判例が出されたため、反共系ベトナム人の間から公的な場で積極的に基礎を参戦記を形容する。 木畑形容運動が展開されるようになった。運動では、ベトナム共産党に抗議するデモ活動や、日常の場に加え、公共施設でも、基礎古参戦機を、ベトナムの自由と、文化的な遺産の象徴として形容することが、目標とされ、運動の支持者らが、各地の立法、行政機関に対しロビー活動を展開した。その結果、2003年に、 リトルサイゴンを有するカリフォルニア州、オレンジ軍内のウェストミンスターで公的な場での、形容が最初に認められ、基礎子参戦期を公的な旗を認めた。中央政府は存在しないものの、2009年末までに、およそ100に及ぶアメリカ・オーストラリアの地方自治体が、基礎子参戦期を公的な旗であると認めている。なお、日本では、公的機関が、 基礎古参戦機の形容を認めた事例がないものの中国に対するデモ活動で詩人が使用する場合もある。これはベトナム共和国が領していた政砂諸島が政砂諸島の戦いによって中国に占領されたことや南海諸島をめぐる領土問題で中国を批判しつつ現行のベトナムの体制に対する批判から現行のベトナム国旗である。 金星講義を国旗として認めないという意思表示で使用されている。ありがとうございます。